ですね。大変結構です。使ってる感じする。うん。だからそれが腕を使ってクラブを振ってってなってきた時に、この部分が使えてるかどうかということがなかなか理解しづらいです。ですので溝落ち素振りをすることでちゃんとそのあたりのパーツが使えてるかどうかということを皆さん再確認してください。ナイスショー、いいじゃない。いやできてるね。いやできてきたんですけど、うん、逆に、うん、こうもう溝落ちで、うん、ここまでこうスイングできるってなった時に、うん、手をこっちまで持っていくとか、うん、だから手があんまりじゃ関係ないのかなって思ってきてて、はい、そこはちょっと今疑問です。 OK、 いいとこに気がついたね。じゃあ自己紹介やってどうぞ。はい、皆さんこんにちは、なみきです。そしてガクです。よろしくお願いします。ということで今日もですね、素振りだけで100切りです。今日のテーマはコック&ローテーション素振り。コック&ローテーション素振り、長い、まあね、長いよね、はい、まあ言葉だけだとなんじゃこりゃっていう話なんだけど、はい、今なみちゃんが聞いてくれたその今溝落ちで動けるようになった、うんうん、はい、そしたらクラブはそれに対して、まあ、腕とクラブが勝手にそれについてくる、うんうん、まあ、それが理想なんだけど、はい、でもなんか皆さんやっぱりどっかでいや腕とかクラブってどうやって動くのかっていう本質的なところを知りたいなって思うと思うんです、はいはい、なのでじゃあそこをイメージできるような素振りをご紹介したいと思います。 はい、お願いします。ひっつけます。要は腕と体のパーツを今溝落ちだけ、はい、で以前のように水平素振りとか象の鼻素振りとかだとやっぱり腕のイメージ中心、じゃあこの2つひっつければどうなるのっていうところ、合体したら最強ですよね、うん、ですよね。そこで特にバックスイングというところのイメージが難しいという方が多いので、このお話をさせてください。お願いします、はい。いやもうね、はい、溝落ちのなんかこういう体幹しっかり使えば、あ、クラブと腕が勝手についてくるんだっていう感覚、もうこれが一番ベストです。ベストですか？ベストです。やっぱりただどうしてもそれだけだとなんか勝手に来るって言われても、いやいやいや、そんなねゴルフスイングなんだから複雑な動きなんだから勝手に来るわけなんかないじゃないっていう、そういうご意見もやっぱあると思います。うん、でね、なぜ溝落ちのイメージだけでちゃんと打てるようになるのかというところ、実はバックスイングにおいて腕どれぐらい使ってると思います？実際ちょっとやってみてください。スイングでこう実際に、はいはい、腕って どれぐらい動いてるかなっていうのありますか？でも結構動いてませんか、うん、左とか、うん、ここから、うん、こうやってここまでって、はい、すごい結構動いてる気がします、はい、いやもうね素晴らしい、打ち合わせもしてないのに素晴らしい答え。えでね、はい、実際にもう僕正直望んでた答えです、はい、っていうのは何かっていうと、皆さんもかなりそういうふうに思い込んでる。多分そうですよね、うん、はい、でじゃあやってみますね。はい、でここで今の素振りの言葉コック&ローテーションっていうのが入ります。何かまずは、最近もよく皆さんにお伝えしている、まあ、ピンギコックと言われる右が甲側に折れる動き、まあ、これがこの動きですよね。でローテーションというのは実はこうバックスイングインパクトフォロースルーでこのように腕って実はローテーション回るんですけども、この時に肩甲骨が少しグッグッですか、テイクバックでいうと左ですよね、左の肩甲骨がスライドをして腕が少しこう回ってくる動きが入ります。これがローテーションです。でコックが入ってちょっとだけこういうローテーションが入ります。はい、ありがとうございます。え以上です。以上、はい、バックスイングで動いている腕の動きってこれだけです。
そんなことないですよ。だって今私こうやって、はい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 、こうやってやってましたよ。ナイスだな、いいな、その質問。もうね、飛んで火に夏の虫じゃないですけど、冬にこんなこと言ってもしょうがないんですけど、要は、はい、コックしたちょっとローテーション入った、はい、あとじゃあ水落ち回していきますね、はい、こういうことなんです。なるほど。あ、ってことは、はい、腕ってほぼほとんど動いてないの。ってことは、うん、さっきやったその水落ち、うんうん、あるじゃないですか、うん、使うのと、はい、コックとアームローテーション、うん、この3つができたら、はい、バックスイング完成です、おめでとうっていう感じなの、そうなんですよ。そうなんですか、はい、それしかないんです。じゃあ実際やってみたいです、はい、やってみましょう。ちょっと教えてください、はい、まずはどうやってやるんですか。肘コック、右手の甲側に折るような感じ、折る、はい、で少しだけローテーション入ります。はい、この肩甲骨をぐーっと若干軽くスーッと伸ばすよね。こうですか。そうです、そうです、はい、はい、あとは溝落ち、はい、バックスイング回していって、うん、溝落ちが、うん、あ、本当だ、はい、トップ出来上がりです。はい、ね、一個この、うん、こうやるときに、うん、私もよくなるんですけど、うん、こういっちゃうことよくあるんですよ。そうそうそう、で今のこの動きすると、うん、そうなっちゃいそうになるんですけど、うん、これはね、よく肩が落ちるということを言ってしまう方いるんですけど、そういう方はここチェックしてください。ここチェック？うん、要はね、こう、あ、じゃあ平坦、ちゃんとしたところに行きますね。はい。こうきますよね。で、コッキングします。ちょっと肩甲骨がこう入ります。はい。で、その時に足がいっちゃってるんですね。そう、膝が動いちゃう。ああ、前後。そう、だから肩が単体で落ちることっていうのはスイング中ほとんどありません。だから肩が落ちるというのは肩が落ちてるからではなくて膝がこういうふうに動いてるから。だから間違った動きに対して間違ったところを指摘してる。なるほど。そう。なので間違ってるなと思ったら、そう、まずはこういう動きが入ってる可能性が高いですよね。はい、じゃあやってみましょう。はい。うん、じゃあ、うん、まず股間前で、はい、はい、でここでまず折る、そう、折る、もうちょっと肩甲骨ぐーっと伸ばす、はい、はい、まあ回すのはこういう、こういう感じね、こうで、はい、オッケー、溝落ち、はい、あとは溝落ち、グッ、はい、完成、あとはそのままビュッと振り抜いてください、ビュン、そうです、そうです。これフォローは、うん、うん、このさっき作ったバッグの形ともそのままでしっかり振り抜くっていうだけでいいです。今はそうだから正確なその位置からしっかりとダウンスイングを始めるという意味でも、はい、それだけしか腕が動いてないのよ、うん、あとはですからここから溝落ちを左方向に向けるために下半身から先に動かしてあげるという感じだけ。これがあれですか、合体させた、合体させた動きスイング、これで打てます。打てますかね。打てます。じゃあ打ちましょう。お願いします。はい、これ、はい、正しい感覚が養ってこれたらここで折ります、ちょっとのこの肩甲骨を軽く伸ばします、折ります、軽く伸ばします、水落ち入れます、打ちます、折ります、軽く伸ばします、水落ち入れます、打ちます。おお、はい、確かに合体させたからしっかり飛んで、しっかり飛んでいくでしょしっかり飛ぶよね、すごい、うん、簡単に飛んでいくでしょ、はい、だからそうやって位置がしっかりしていればあんまり反動を加えなくてもちゃんと今みたいにちょっと静止しているような動きからでもしっかりと距離は出るので、うんうん、何かこう無理やり反動で打ってる人はこういった練習をしていただくといいかな、うんうんうん、はい、やってみようか、はい、多分今までやってきた素振りの中ではもしかすると一番難しいかもしれない、うん、イメージもね、はい、怖いですね、うん、よし、まず、はい、こうですか、ちょっと折る、少しだけ軽く、そうそうそう、肩甲骨伸ばす、トップ入れる、あ、そう、まず、はい、こうですか、ちょっと折る、少しだけ軽く、そうそうそう、肩甲骨伸ばす、トップ入れる、あ、そう、ナイス、すごい飛んだ、そういうこと、ナイス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 、でも今すごい飛びましたけど、飛びましたね、本当ちゃんとここ使って、そう、手で打った感じあんまないかもないでしょう、はい、そういうこと、だからいかに手というのはただクラブを持ってるに過ぎないぐらいになってくれたらすごくエラーも少なくなるいいスイングに生まれ変わるので、皆さん
どれだけしっかり体が使えてるかということをイメージする意識という意味では、体がしっかり使えてそのコックローテーションというものが正しく入れば簡単に結果は出る。そう、でもやっぱり手打ちをしたくなくてもやっちゃうじゃないですか。でもこの溝落ちと今の3段階ですね、はい、これやれば自分でも今気づけました、勝手に来たでしょ。そうなんです、手打ちにしてないって分かった今。そうだから手打ちというのは手で打たないと打てない状況に自分が陥ってしまっているってことなんです。そういうことなんですね。だからそういう気づきを得るためにもこういった素振りで自分のスイングを検証するっていうのがとても大事。まだ正しい体の使い方を知ることが大事ですね。そうです、素振りの本質はそこにあります、ぜひ皆さんも試してみてください。私と一緒にやってみてね。まず、はい、こうですか。ちょっと折る、少しだけ軽く、そうそうそう、肩甲骨伸ばす、トップ入れる、はい、コック、そうする。ここで補填です。おコックは分かりやすいんだけど、はい、ローテーションが分かりづらいっていう人がいます。なので、はい、そういう方は、まあね、ほとんどの人は人を殴ったことがないと思いますけども、はい、あのボクシング の, あのパンチ、これが例えば親指が上にある状態で押す、チッチキジ的な感じで押すと何にも肩甲骨ってあんまり伸びないです、はい、でもこれを少し回しながらグッ、お本当だ、そうすると肩甲骨っていうのは伸びます。本当だ本当だ。この動き、これがバックスイングのローテーションだというふうに捉えていただいて、実際にコックするそのローテーションを入れるときにそのスッスッ下にコックの次にですね、そうコックの次にコックして、こっからパンチ、ちょっとそう左手パンチ入れるような感じのイメージで、そうそう少しねこういう感じで、いいよこういう感じそうにしていただくとちょっとイメージが湧きやすいと思います。ぜひそこもチェックしてください。では